フレデリク6世は、デンマーク王、ノルウェー王、クリスチャン7世と王妃、カロリーネ・マティルデの子。即位前は、不王の下で摂政を務めた。父は、統合失調症と疑われる重大な精神的障害を抱えており、在位中を通してほとんど国政に関わらなかった。その知性の間、フレデリクは、 最小アンドレアスペーターフォン・ベルンシュトルフの補佐によって1788年の濃度性廃止を含む広範な自由主義改革を行った。彼の知性には英国との中立輸送に関する不一致によるいくつかの危機に直面した。この結果、英国は1801年と1807年にデンマーク艦隊に攻撃をする結果となった。前者の攻撃は コッペンハーゲンの海戦として知られている。王妃は重視でヘッセンカッセル家出身のマリーである。デンマーク王室、イギリス王室とも関わりのあるドイツ諸公の娘であった。二人は1790年に結婚し、八人の子供を設けた。最年少はミルヘルミネ王女で、後のフレデリク七世の王妃である。しかし、息子たちはいずれも創生し、彼の死後は、 重帝のクリスチャン発生が多いを継承した。スウェーデンの王家が1809年に断絶の兆しが見えると、フレデリクも次期スウェーデン国王に選ばれることに関心を示した。フレデリクは実際にカルマル同盟以後のスウェーデンの独立を達成したグスタフ一世の血統を母から受け継いだデンマークノルウェーの最初の君主であった。ところが、 フレデリクの義理の兄弟のアウグストは、ジャンベルナドット元帥を承諾した。スウェーデン国民がそう望み、また、フランス皇帝ナポレオン一世も認可した以上、フレデリクも諦めざるを得なかった。また、フレデリク自身にも直系の後継者がいないことも影響していた。ナポレオン戦争の期間中、彼は中立を維持しようとした。しかし、イギリスによる、 コッペンハーゲン砲撃の結果として、ナポレオンとの同盟に追い込まれた。ナポレオンのロシア遠征の失敗後、連合国はデンマークに第6次大仏内同盟への参加を求めたが、王はそれを拒否した。多くのデンマークシアはこれを王の顔面さや無能やナポレオンへの誤った忠誠の産物だとするが、近年の研究では再評価する見解も出ている。王が立場を変えなかったのは、 国物輸入に依存しているという弱点のあるノルウェーを守るためで、ノルウェーに対するスウェーデンの領土的野心も影響していたとする。王は戦争は大規模な国際会議で終わることになり、そこでデンマークの国益、特にノルウェーに関するそれが守られると予想していた。1814年の敗戦によって、キール条約が結ばれ、デンマークはノルウェーを失った。 フレデリクは王太子時代の自由主義の考えを諦めつつ、権威主義的で反動主義的な路線を実行した。すべての反対の検閲と抑圧は国の悪い経済状態ともに彼の知性を幾分暗くした。王自身が全体的に長老と良い意味での先制君主と言ってもである。1830年代からは経済不況はや,やや和らいだし、 1834年から王は議会解説による民主的刷新をしぶしぶながら受け入れることになった。彼以降、北欧で唯一残された絶対王政は収縮していき、民主化へと緩やかに進行していくこととなる。フレデリク六世は天文学のパトロンとして知られており、1832年にはゴールドメダル賞を 望遠鏡による水星の発見者に授与することを提唱している。彼の後継者も1850年までこれを受け継いだ。この章は第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争によって廃止された。王妃マリーとの間には8人の子供があったが、成人したのは娘2人だけだった。愛称フレゼリゲダネマンとの間には4人の諸子を設け、いずれもダネマン伯爵の性を与えられた。 ありがとうございます。